今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それでは行ってみましょう。魂のリラックス、略してたまりらほい、はい、大村さん、はい、もうね、あっという間にこれ7月も、はい、もう終わりです。終わり、最終最終週ですね、はいはい、もうあっという間にもう夏になっちゃいました、大村さん夏になったら何か必ずするとかありますか？僕夏になったら必ずすること？そうですそうです。ないね別に。大人になったらもうあんまないですよね。あのプールに必ず行くわけでもないし、花火するわけでもないし、ね、まあスイカ時に食べるけどもうスイカも食べもしないですね、僕もね。あんまりね好きじゃないんですね、スイカ。スイカね、なんかねスイカね急にスイカに乗っかってきましたね、はい、カブトムシを想像するんですよ。カブトムシ食べますもんね、スイカね。でしょ、はいはい、でカブトムシそんな別に嫌いじゃないんですけど、はいはい、スイカを食べると同時にカブトムシを食べてるような錯覚に陥るんですよあれじゃないですか、カブトムシのようなものが食べるものを、俺なんかが食べるもんじゃないっていう。いやいや、そんなおこがましい気持ちはさらさらないんですけどそういうことじゃない。なんかね、なんかでそういう風な感じがしてね。あ、なんかそれを見ちゃったからもうね、うん、なんまあでも食べますけどね。それだからカブトムシがメロンをもし食べていたら、ええ、それメロンは嫌いにならないじゃないですか。メロンは嫌いにならないですね。やっぱちょっとスイカを下に見てじゃないですかね。いやまあだからね、皆さんおのおの素敵な夏休みを過ごしてるかもしれませんけどね、はい、あの先週ちょっと冒頭で言いましたけど、はい、大村さんね、ええ、遠くにずっと行ってたじゃないですか。あ、ポルトガールですね。ポルトガールに、ええ、あれポルトガールには何をしに行ってたんですか今回。ポルトガールはですね、はい、今から99年前、99年前、ちょうど99年前なんですけど、ちょうど99年前、半端ですね来年やったら100年前なんですけどちょうど99年前、マリア様が、マリア様ねが、はい、降臨をしてるんですよ。聖母マリア、聖母マリアさんが降臨をしてるんですね、はいはい、でそれが、6月の13日、うん、6月13日、はい、で、まあ、7月、8月、9月、10月というふうにこう降臨をしてまして、毎月13日、まあ、8月だけちょっと違うんですけど、13日に帰ってくる、はい、に降りてくるんですね。降りてくる、はい、っていうことが、まあ、起きてまして、うん、で、まあ、当時ポルトガルではそれが、まあ、すごい騒ぎになったわけですよ、うん、毎回13日に降りてくるから、初めはね、子供3人のところに降りてくるんですね、はいはい、これはファティマというところがあって、うん、でその当時ファティマっていうのはもう何にもないところ、うん、で羊飼いの村だったんですよ、はいはい、でそこに子供3人が羊飼いをのこう、うん、羊を追ったりとか、はい、まあ、そんなしてたんでしょうね、はいはい、そこにこう輝く光が降りてきたわけですよ。それでわーっと思って、はあ、でもまあ、子供たちはそれで、まあ、家帰ってこんな光見えたよって言ったら、うん、あんた何言うてんのみたいな、初めはそうなわけですよ、うん、でも次7月になっても見えました、また13日に、ええ、はいはい、でぐらいから、え、それはみたいなことになりだして、うん、はい、大人も どんどん関心を持ってこう見るようになって、はい、最後10月の13日、うん、これが最後の降臨なんですけど、はい、この時はね、もう何万という人がポルトガル中から集まってきて、ファティマに降りてきますよって分かって、ええ、はい、それ でもう何万っていう人のところで土砂降りになったんですよ、うん、土砂降りになってみんなもうずぶるねになったと思ったら、雨がカラーって止んで、うん、太陽がバーッと出たんですけど、その太陽が前後左右に上下に太陽が乱舞したんですよ。乱舞した、太陽が乱舞 乱舞して、はい、それであーって思ったら、みんなの服がずぶれになった服がカラーっと乾いたっていうね。もうそれね、はい、もう何万って人が来てるから、うん、それをその人たちを整理させるための軍隊も出てるぐらい、はい、軍隊も出てる、でもう新聞記者はもちろん来てるし、はいはいはい、それぐらいの大事になってたんですよ。はあ、なるほど。起きたりしたんですよね、うんうん、でその時にその3人の子供、まあ、今ももうあの後年までずっと生き残ってらっしゃる、はい、そして修道女になったその3人 の子供たち、はい、そのルシアさんと、はい、ヤシンタさんとフランシスコさんと、まあまあ、みんな3人とも子供なんですけど、はいはい、その3人に対してこう予言を言ってるんですよね。
おお、そのマリア様。マリア様が。はいはいはい。で、その予言を、まあ、彼女たち3人は大人に言って、はあ、で、その大人、こっちのファティマの教会から、こうバチカンに報告がこう行くわけですよ。はい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 。で、いよいよですね、バチカンもそのことについて、それはもうマリアが降臨してるんじゃないかっていうことになって、バチカンも含めて大騒ぎになる。いや、そりゃそうですよね。はいはい。ですよ。っていうところです。そこに行ってたんです。はい。それで、まあ7月13日に、はい、降臨を、99年前の7月13日に降臨をしてたんですね、はいはいはい、ファティマに。7月13日にも降臨をしてる。なそうですね、はい。そこに7月13日に行ってたわけです。はい。それはもう、小村さんたち以外にも。あ、もう世界中から、そうですよね。ミサにやってくるんですよ。はい。その中7月13日に合わせてみんな来ていて、でその日に何かやってんですか。まあ、ミサをやるわけですね。ミサ、ええ、ああみんな集まって、で12日の夜には、マリアさんを祀ってるそのマリア像があるんですけど、はい、その像をみこしみたいなのに乗せて、でそれでみんながろうそくをつけて、でそれでこう送り出して大聖堂の方に行ってみたいな、そんなんがあったりですね。へ、でその次の日はそれを戻してくるっていうような、そんなの。それをみんなが白いハンカチを持ってわーっと振って、マリア様をマリア堂の方にこう迎えていくんですね。それはだから毎年やってるんですよ。この99年間やってるわけですね、はい、99年間やってるかどうかちょっとわかりませんけど、そうそう、だって言ったら私そんなのね、全然今まで、今の今まで知らずに今生きてるわけじゃないですか。生きてたんですね、今まで。生きてたんですよ。知りましたよ、もう。これ どうにかなりますか。どうにかなります。そういうのをだから小村さんいっぱい知っているってことですよね。いっぱい、まあ、そうですね。で、そのマリアさんから言われたその予言っていうのがありまして、はいはいはい、それで、まあ、それは第一次世界大戦中なんですよ、それね。今から99年前っていうのは、はいはいはい、でその大戦中なんですけど、もう第一次世界大戦は終わるっていうふうに言われてたりとか、その通り終わる、次の落としてかな、終わるんですよ。でもうあとしばらくしたらまた大きな戦いが始まりますと、というふうにしてまた言われるんですよ。それで第二次世界大戦が始まるんですよ。ですけどその時マリアさんはこういうことを言ってるんですね。そのこのポルトガルに降りてきてるわけですよ ね、 そうですね。このポルトガルという国、そしてポルトガルの人々はですね、もう戦いをするのではなくて平和の祈りをしなさいというようなことを言われるわけですよ。なるほど、なるほど。それで、まあ、それがあったかどうか分かんないですけど、はい、ポルトガルは第二次世界大戦には参戦してないんです。中立国なんです。あ、そうですか。ええ、まあ、でもなんかあったんじゃないですかね、それ。でそれはその時の大統領はですね、はいはい、サラザールさんかは敬虔なカソリックなんですね。へえ、なるほど。だからあながち、あながちそうじゃないよとは言えないかもしれない。でもまあこう絶対そうだったというのも言えない、言えない。できっとでもそれはポルトガルの人たちにとってみたら、そのマリア信仰ってポルトガルでは結構強いものがあるので、はいはい、マリア様がいるから私たちはもう第二次世界大戦をしてないよっていう気持ちはどこかにあるかもしれないです。まあでもね、本来やっぱりそういうの戦ったりするのはみんなもね、嫌な人もいるでしょうから、なんかそれをいい理由にしてね、そういうふうに言えるんであればよかったのかもしれない。そうなんですよ。あ、そうなんだ、へえ。それは今ねポルトガル行かれたからその話はされてますけど、はい、もしかしたら全国あっちこっちにそういうような、まあ、言い伝えと言っていいのか、伝説というのか、まあ、そうですね、伝承とか、はいはい、まあ、神話だったりとか、うん、っていうのは各地にありますよね。小村さんいくつ知ってんですかそれ。いや、そんなに言うほど知らないですよ。それだからそれに合わせてポルトガル行こうになったわけですよね。そうですね。で、まあ、ポルトガルはですね、そのファティマだけにマリアが降臨してるわけでもない。ほう。他にも降りてるんですよ。ポルトガル大好きですね。大好きですね、ポルトガル。ポルトガル B 期じゃないですか。ポルトガル B 期ですよね。全然日本も来たことあるんですか、ね、あ、日本はね、その降臨という意味ではないですけど、はい、秋田ええ。秋田に、教会があるんですね。はいはいはい、法師会だったかなって、ごめんなさい、ちょっと生体法師会だったかな、はいはい、という教会があるんですけど、はい、そこにマリア像があります。はい、そのマリア像は、ある期間、涙を流してました。で、これはバチカンも確か認めてるはずです。あ、そうなんですね。
日本にも来ていたのではないかと、まあ、来ていたというかそのマリア様が何かをこう影響を与えるようなその物質的な現れがあった、なるほどね、うん、なんかもう今やね本当にまあ参院選あって、はい、まあ今回都知事選もあって、はい、なおかつ EU どうたらこういう問題もあって、はいはい、でまあねイスラムとかがあって、はい、まあ、言ったらあんまりねこう落ち着いた状況じゃないそうですよね、もう私が今まで生きてきてる中では結構こう混乱してる、混乱してますよね、見えますけど、なんかそういう時にもどっかしらにこうなんかこう、あ、今降りてるところあります実際今、どこに行ってますか今、今はねあのメジョゴリア、どこですかそれは、それはね、はい、国で言うとクロアチア、クロアチア、クロアチアじゃなかった、隣やったかな、ごめんなさいちょっとなんて言いました今大村さん、メジョゴリア、メジョゴリア、メジュゴリア、ええ、なんか新しいゴリラの種類みたいなメジュゴリア、ええ、ちょっと待ってください、今もうオンタイムで降りてるんじゃないですかね、まあ、ちょっともう終わってんのかなひょっとしたら、でもあの今直近ですよそれが直近メジュゴリア、ええ、ちょっと私この収録中なのに、ええ、ちょっと検索してみますよ、ええ、これ、ええ、出てきましたか、なんかいろんなのが出てきましたけど、メジュ、あ、ごめんなさいね、今あとか言っちゃってますけどね、なんか、まあ、その時々に降臨をしてくるんでしょうね、はい、それで何か伝えるメッセージっていうものが、はいはい、まあ、あるんだろうなと、メジュゴリエの聖母ってなんか出てますね、ありましたよね、メジュゴリエはボスニアヘルセゴビナ、あそこ ユーゴスラビアがいろいろ分割していってるから分かんなくなってるんですよ、あ、なるほどなるほど、へえ、本当だ、出てきますよ、これ、はあ、そうですね、出現は本物かとかそういうページもあるぐらいです、そうなんですね、あ、そうなんだ、結局だからあれですよね、まあ私がこのラジオを始める前に、うん、なんか大村さんがどっかで言ってくれたんですよ、その上からね、いろんなこう、はいはい、キャッチボールがあるよと、キャッチボールがあると、なんかこう投げてきてくれるやつをこっちが受け取ると、はい、また分かってくれたっつってまた大きいの投げてくるよっていう、うん、そういう話を最初に聞いた時には結構衝撃だったんですよね、あ、はいはい、そんなことあんのかみたいなことで、うんうん、だけども実際この1ヶ月なんか私特にすごいそれをやってる、うん、めちゃくちゃやってますよね、めちゃくちゃやってる感覚が、ボール投げ返しまくってますよねいや私ね、それも合ってるかどうか分かんないんですけど、毎日その帰り駅から家にある帰りに、一応ね空を見てね、ありがとうございますというようにしてるんですよ、えらいえらいっていうか、すごい、いやなんかそれもまあ、そのこのラジオも続いてなんですけど、まあ、そういう本をいろいろ読む機会があって、うん、はいはい、そしたらとにかく毎日ね何にもないことにこんな幸せなことないと、そうですよ、そう、それをなんか当たり前のようにしてはならないみたいなのを読んで、うん、まあ、でも確かにそうだなと思って、うん、なんとなしにこう上の方向いてありがとうございますって言うようにしてるんですけど、うん、そんなもう大村さんに会う前にそのこと一回もしたことももちろんないですし、いやだからなんかね大村さんに引き寄せられてっていうのもあるのかもしれないですけど、そういうねマリアさんの話とか聞くとやっぱりずっとこうつながっているというふうに言い切っちゃっていいんじゃないでしょうかね、うん、と思いますよね、うん、うん、はい、もう本当そういうのって面白いですよ、まあ、フランスのルルドっていうところも、はい、うん、その有名なマリア様の降臨で有名なところですけど、はいはい、そういうところがあったりとか、うんうんうん、あとは、まあ、今回ポルトガルで行ったところは、はい、ナザレっていうところがあるんですね、はい、ナザレっていうふうに聞くと大体ナザレってみんなが思ってるナザレっていうのはイスラエルなんですよね、うん、イスラエル のガリラヤ湖っていう湖があって、はい、まあ、その近くその北南に降りたところのナザレっていうところ でここはイエスが生まれてるところなんですよね、はいはい、でここで、もうイエスも亡くなったその後、うんうん、教会があって、はいはい、その教会に、まあ、マリア像とかあるわけですよね、はいはいはい、でそこにですねローマ軍かなが攻め込んできて、うん、でそこ の僕、まあ、修道士さんが、はい、これあかんよということになって逃げたんですよ、マリア像を持って、でマリア像を持ってもうはるか逃げてポルトガルまでやってきはったんですよ、ほうほうほう、逃げたね逃げましたね、だいぶ、持って逃げてますからね、持って逃げたんですよ、はいはいはい、でポルトガル その今ナザレと言われているところにまで来て、うん、そこでいおりを作って、うん、マリアさんをお祭りをしたんですよ、はいはいはい、だからそこナザレという名前になったりんですけど、もうそれいおりを作ってそのマリアさんを祀ったことはもうみんな忘れたんですよ、ほう、
でそれから、数百年経って、はい、まだその紀元後数百年代の話ですこれね、うんうんうん、で、まあ、そこの貴族がですね、はい、馬に乗って狩りをしてたんですよ。鹿みたいなの追っかけてたんですよ。ああ言って、でもその日その時ねすごい曇ってたん、霧がね濃霧が立ち込めてたのに、うん、やめりゃいいのにそこで狩りしてはったんですよその人がね。でわーって言ってたらそのあのナザレってすごい断崖絶壁なんですよ。で海なんですよ向こうが。でそこで鹿がねピョーンって飛ぶ行っちゃったんですよ。ノームで見えへんから。しかも、うん、しかもそんなん分からんよね。そりゃそうですよね。で、まあ、もうけしからんなー言うて、あ、はい、言いながら貴族の人も崖から出ちゃったんですよ。出ちゃった。もうなんかミッキーのアニメみたいな。そうそう、あらーってなった時にク、はいはい、ーって光が差し込んでマリアさんが救ったんですよ。へー、そこへ来てもうほんと絶対絶命ですよ。で救われたと。で、あれ今のはマリアさんかと、うん、そういえばなんかイオリがあったな、うん、っていうことになって、うん、でそのイオリをもう一回開けたらマリア様がいらっしゃる、うん、それをそのカセドラルって、ま、その町ちっちゃい町ですけど、うん、その町の大聖堂に祭り直した、はい、っていうところがナザレ。いや、いっぱいあるんですよ、そういう話が、でそういう話をいっぱい大野さん聞きたいんですけど、毎度毎度ですけど、はい、もう時間がございません、笑っていいともみたいになってきましたけど、もう時間がないです。歌はもうそれ毎度毎度お前さんのもう決め台詞みたいになってますけど、歌はないですだから。歌ないんですか。ないです。もうだから、あ、なんかアベマリアかなんか行けたら。あ、なるほど。じゃあ来週行きましょう。来週行きましょうか。アベマリア来週行きましょう。来週行きましょうか。はい。もうこれで7月おしまいですから。はい。はい。まあ、皆さんあの熱中症気をつけていただいてね。はい、まあ、鎌倉で遊んでる方もいっぱいいるかもしれないですけど、はい、海の事故もいっぱいありますから、ね、気をつけていただいて楽しい夏休みをお過ごしください。はい、それでは今週も皆さんお時間ですので、来週また元気にお会いしたいと思います。いつものように私は宇津雄一と大村慎吾でした。それではまた来週。さようなら。